はい、今回はですね、選んだキットの音作り、エフェクトやらパターンのちょっと修正だったりっていうのをご紹介したいと思います。で、今じゃあちょっとこの間から引き続きのパターン聞いてみましょうか。少し加工したんですけども、こんな感じになってます。はい、上が自ら打ち込んだやつ、下がちょっとこのパターン、プリセットから持ってきたやつなんですけども、今質感がですね、やっぱりこの一番下だけ浮いちゃってたりとか、フィルっぽい感じで使いたいので、もう少しこう、目立たなくてよかったりとか、はい、質感を調整したいっていう時に使いたいのが FX っていうエフェクトのとこですね。もうこれは今1チャンネルキック、スネア、ハット、4チャンネルで今のループになっているので、4チャンネルを選んだ後に FX を押してください。で、ここで、まあ、このラックみたいになってて3つあって、ここをクリックするとエフェクトを立ち上げられるよと。まあ、いろんなエフェクト入ってるわけですよ。はい。で、ここで例えばどうしようかな。今のフィルをもう少し上物っぽくしたいので、プロフェイザー、これいってみましょう。で、かつ、これにもう少し歪みを加えてみましょう。ディストーション。で、キックや他のスネアと被んないようにフィルターでも入れておきましょうか。フィルターありますね。入れてあげると。こんな感じにしましょうか。あと全部使う必要ないので、例えばここだけ、後半だけ欲しいとか、こうやってやったけど、なおさらそれっぽくなるんじゃないでしょうか。聞いてみましょうか。みたいな感じとか。いろいろとこう、エフェクトで、音の加工ができるかなと思います。じゃあちょっとここのパターンは置いといて、5チャンネル目にもう一個ちょっと作りましょう。ミディチャンネルで、ここで、5パターン目、スタイルスですね。ってことは、ここを5にしてあげて、パターンを選ぶわけなんですけども、で、この中からグルーヴエレメンツっていうのを選ぶと。そうすると、まあ、楽器ごとの、演奏を収められた、これライブラリなんですね。例えば、コンガってやると、コンガのグルーヴがあると。これも使いたかったら同じようにドラッグして使えると。こんな感じで。で、聞いてみると、こういう風になったりとか。どんどん作っていけますよね。はい。で、この時に、例えば、なんかこう、スタイラス結構跳ねてるリズムも多いんですね。ちょっと、このループに、今作ったこの打ち込みに対しては跳ねすぎなんですね。こういう跳ね具合とかも、実はこのタイムっていうので調整できるんですね。どうやって使うかっていうと、これが今、縦線が今のグルーブになってます。で、若干跳ねすぎてストレートにしたいので、ここですね、グルーブロックっていうのがあります。はい、ここをクリックすると、まあ、クオンタイズみたいな感じですよ。何分音符でクオンタイズしたいのかと。で、今のパターン16分だったので16にしてあげると。これでちょっと見てもらいたいんですけども、上が元々のグルーブ、下が今あるグルーブ。拡大してみましょうか。こんな感じ。すると、少しだけこう、後ろに跳ねてたものがジャストに入ってるの分かりますか？下で。はい。なので、今このノリを聞いてみると、さっき跳ねてたものが、なくなったら分かります？はい。は、これかけないと、若干跳ねてるわけですよ。はい。これを16にしたことによって、こういうように完璧にクオンタイズがかかったりとか、例えば今これ、ルーズタイトってあって、要は若干こうランダマイズができたりとか、カチッとしすぎだなと思った時は少しルーズ寄りにしてあげてですね、グルーブに寄れを作ったりとか、スイングってあるんで、上げていけば、さっきと逆で完全な跳ねになりますね。聞いてみますよ。こんな感じになったりとか。逆に跳ねてるものは跳ねを消したりとか、シンプリーっていうのはですね、フレーズを減らすってことができるんですね。今だと手数が多いよとかいうとき、ちょっと聞いてみましょう。手数が多いから、減らしていくと。こういったこともできるんですね。かなり遊べるんじゃないかなと、この辺でですね。はい。で、あと、このノリをそのまま使いたい。OK、気に入ったものができたっていう時は、このままここを同じようにドラッグ&ドロップしてあげるって。こういう風に作っていけるんですね。なるほど。なかなか面白いですよね。そうですね。はい。
まあ、これだけでも十分戦力になるんじゃないかなと。で、そしてですね、このタイムの左のカオス。で、このカオスはですね、今このちょっとこれ、このパターンをいろんなレベルで組み替えられます。まあ、たくさんいろんなことができるんですけども、特におすすめなのがこの左側。今回ここをちょっと中心にご説明したいと思います。まず、カオスデザイナー、これにスイッチを入れると。パターンを上げていけば上げていくほど、パターンが変わります。全く違うパターンになってるの分かりますか？はい。上げていけば上げていくほどパターンが変わると。だからこう、ループにマンネリしたりとか、もう少し違うフレーズがいいなと思った時、ここで簡単に変えれたりとか、できるんですね。あとこのリバースはなかなか面白くて、入れておくと、完全に上にやると、もうすべての音にリバースがかかるんですけども、中間ぐらいにしておくと、かかる音とかかんない音ができたりとか、さらにパターンと組み合わせると、もう、一つのループからもういろんなこう組み合わせができてくれるんですね。このあたりはすごい面白いと思います。で、こんな感じでですね、まだまだスタイラス、紹介したい機能とか魅力いっぱいあるんですけども、うん。どんなソフトか分かっていただけたかなとは思うので、はい。まあ、結構簡単なんです。構造もシンプルになってますし、リズムをですね、もう磨いてですね、さらにかっこいい曲を目指して頑張ってください。はい。はい。じゃあ今日はこんな感じで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。